配給車とは鉄道車両の種類の一つ。主に車両工場と車両基地との間で車両などの保守部品を配送するために使用される事業用車両である。日本国有鉄道での車両記号はる。この記号は1953年6月1日の車両形式称号規定改正により制定されたもので、それ以前から配給用途に使用される 事業用車両は存在しており、食用車やに包含されていたものを独立させたものである。国鉄だけではなく、私鉄の一部でも使われていたことがあったが、道路事情の改善やダイヤの過密化などによって、次第にトラックなど自動車輸送に切り替えられたことにより、使用機会は激減。2010年代では、JR の一部で、有害化車による代用車も含め、 少数が使用されるのみとなっている。国鉄時代には、現存する電車や、貨車のほか客車である、荷物車を転用した車両も存在した。また、一部車両は、工場や基地への従業員に輸送用として使われた、こともあった。電車タイプは現存している国鉄101系電車から改造された、クモル四十五型も含め、旅客電車から改造されたものが、多く、 またほとんどの車両において、運転室のすぐ後ろには、屋根のある部屋があるが、車両後部の屋根は取り払われて、無害貨車のようなスタイルになっている。客車タイプは古くなった旅客車、荷物車、郵便荷物車などから改造され、屋根は取り払わず、中央部に1から2カ所の物資搬入用の扉を、設けたものが多かった。国鉄来る144型電車。ありがとうございます。